皆さんこんにちは。本日は2022年の世界遺産巡りの振り返りを動画にしみました。内容はこちらの4つのテーマに絞りお話をしていきたいと思います。2022年に訪れた世界遺産の件数は125件になります。そのうち文化遺産が121件、自然遺産が4件、国の数は27カ国という結果になりました。1年間のスケジュールはこのような形になっています。ヨーロッパの宣言領域内では滞在日数の制限があるため、目的の世界遺産に訪れたらすぐにイギリスに戻るという工程を繰り返しました。そして過去に訪れた世界遺産の件数も含めると合計で196件訪れることができました。目標としていた2022年中に200件目突入は達成できませんでしたが、多くの世界遺産に訪れることができたのはとても幸せでした。そして気になる費用になります。2022年の世界遺産巡りにかかった費用は976,080円になります。こちらはロンドンから各国への航空券、ヨーロッパ圏内の交通費、宿泊費や食費、そして世界遺産への入場料が含まれています。もう少し抑えたかったなというのが正直な感想になります。旅の資金は日本で貯めた貯金になります。ロンドンでの生活費も必要なので、旅先ではなるべく節約をしながら回っていきました。ただそれでもお金がかかってしまう理由としては、ヨーロッパは街全体が世界遺産に登録されている歴史地区が多いので、構成資産を回ろうと思うとその分入場料がかさんでしまいます。また回るルートも一筆書きのように回れればいいのですが、起点となる街との往復だとその分交通費もかかってしまいます。そして何より物価が高いというのも痛かったです。結論としては、旅先でのプランニングをしっかり立て、早めに予約していくことが重要だと感じました。次は一番良かった世界遺産になります。何に基準を置くかで変わってきますが、一番印象に残っているのはスイスの世界遺産のベルンの旧市街になります。スイスの首都でありながら森や川に囲まれ、石造りを基調とした街の中には時計台や多くの噴水があり、自然と調和したとても美しい街になっています。最後に2023年の目標になります。1つ目はイギリス滞在中にイギリス本土の世界遺産を制覇すること。2つ目は訪れた世界遺産件数を250件達成すること。そして帰国後は世界遺産検定のマイスターを目指し勉強をしていきたいと思っています。いかがでしたでしょうか。この YouTube では一つでも多くの世界遺産へをテーマに、訪れた世界遺産を行ったきりにせず自分自身の知識として残したいと思い始めてみました。来年以降も多くの世界遺産に訪れ学びを続けていきたいなと思っています。最後までご視聴いただきありがとうございました。